正当防衛にはなりません過失障害罪というのはですね三十万以下の罰金かつ申告罪です十分な安全配慮義務を尽くさなきゃいけない <music> こういうご質問が来てますね YouTube で過激なドッキリが問題になったり炎上したりなどよくありますがそのドッキリで事件性のののあるるこことが起っってししまった場合誰の責任になるのでしょうか例えば暴漢に襲わ,れるあ襲われるようなドッキリでドッキリをかけられた人が反撃して暴漢役の人が怪我をしてしまった場合、えー、罪に問われるのは誰なんでしょうか、はい、そうですね私そういうドッキリの YouTube は見たことはないんですが。 その事情を知らされてない人がドッキリにかけられるっていうことですよね。そういう前提ですよね。で、暴漢が襲ってくると、でそれを見て反撃すると、逃げるか反撃するか泣き寝入りするかどっちかですよね。どれかですよね。で、反撃の仕方これはまず正当防衛に当たるような反撃の仕方。例えば殴られそうになったから殴り返す。で怪我をさせるこれ十分あり得ますよね。殴られそうになってナイフで 相手の胸を刺す。これは正当防衛にはなりません。基本的には過剰防衛内容によっては過剰防衛にさえならないと言われてしまうこともありえます。あるいは日本ではね。一般人の人がピストルを持っているケースってほとんどありませんから、殴りかかってきたなっていう時に、いきなりピストルを出してズドーンと打ち殺すということをすれば、これは正当防衛には当然ならないし、過剰防衛にもならない可能性がありますと。 でその場合は当然ながらその正当防衛にならないような反撃行為をした人はそれによって罪に問われるということになります。もちろんあの上場としてはね、えー、ドッキリで持って、えー、防寒が襲ってきたんだということで上場としては一定の酌量はされますけどね。普通に殴られそうになったからこう避けながらこう殴ったみたいな。 普通の対応でであれば正当防衛ですねそうすると反撃した人は罪に問われませんじゃあそういう状況を作り出したディレクターなり YouTube の番組の制作責任者はどうかっていうとですね内容によりますけども反撃してくるってことは十分予想できる話ですよね。反撃してきても 防寒役の人の身を守るような措置を講じていたかどうかということがまず問題になりますまあ普通に守れる措置を講じていたということはあまりないと思うんですよね結果責任を取れるわけじゃありませんけれども結局とっさのことで 殴り返して結局怪我してしまったということになればそれは一般的には防寒役の人の身を守る措置を講じていなかったということでその人がけがをしたことについて過失があるっていうことこになります過失傷害罪っていうことが一応考えられます。まあ、過失障害罪っていうのはですねあの30万以下の罰金でかつ申告罪です。申告罪っていうのは被害者、まあ、防寒薬で怪我してしてまった人 が被害者ですねこの場合はでその人が酷訴しなきゃいないと罪に問えませんでまあそういう過失障害罪に問われる可能性は一応出てくるのですがただですねちょっと難しい問題があります防観薬で結果として怪我しちゃった人この人そういった怪我することも実は承諾していたんじゃないのっていうのは反撃することを分かってやったんですよねとだったら被害者本人についてはその 多少の怪我をすることについてては承諾してましまたよねだから違法とは言えないんじゃないんですかというこれあの弁護側の主張が出てきて裁判所はうーんって悩むことになりますね。ということで犯罪にに結,結果的はは問えないという可能性はありますただあのこれは YouTube の話だからよく分かりませんけどこれが仮にテレビの話だったとするとテレビの制作サイドとそれからそれで使われる役者さん 多くはお笑い芸人の方がそういう役になるんだと思うんですけどお笑い芸人の方って基本的にはテレビ制作者の言うここととに逆らえないいが多いですよねだからその人が怪我したことについては、うん、やっぱり十分ななな安全配慮義務を尽くさなきゃいけないけその安全配慮義務を尽くすことそれを怠ったんだからやっぱり過失があるよっていうわけで。 さっっき言った過失傷害罪に問われる可能性もありますしそれ以上に民事ではですね「えー、安全配慮義務違反」ということで「えー、損害賠償義務」を負うということにはなるだろうと思います。はい、チャンネル登録高評価していただけると励みになります。はい